おはようございます。ゆうきです。はい、寝起きでございます。寝癖がすごいな。今日はお休みということで、休日の過ごし方を撮ってみようかなと思います。ね、外が雨なので、まあお家で過ごす時間が多いかなと思います。今の時間が朝8時です。これから朝ごはん食べたいと思います。こんな感じでね、今朝は超手抜きご飯になってます。僕はね、納豆はいつもね、このとろ豆ってやつ、これを買ってます。これがね、一番美味しいと思う。完食。うわ、こぼした。こぼしちゃったよ。あ、ごちそうさまです。ご飯に、まあ、納豆か、あとお茶漬けにするか、あとプロテインみたいな。こんな感じの食事で済ましちゃうことが多いですね。ただいま戻ってきました。家で勉強してるの飽きちゃったので、ね、買い物に行ってきました。本屋さん行ったり、あとユニクロに行ってこちらを買っちゃいました。よくないですか、リヴァイ兵長。リヴァイ兵長がね、漫画読んでんの。着てみようかな。ちょっと着てみますね。よいしょ。どう？お、いい感じ。いやー、これお気に入りだな。いい買い物ができました。本当はね、買い物終わってその後ジムに行こうかなと思ってたんだけど、着替えを忘れてしまいまして、今日はね、行けなかったんですよ。だからね、ちょっとこれから少しだけ腹筋だけでも鍛えようかなと思います。よし、筋トレやっていきたいと思います。今日はね、腹筋鍛えていきます。 Let's do it。 10分くらいかな、腹筋をしっかりと追い込みました。
そしたらね、お腹も空いてきたので、これから夜ご飯を作りたいと思います。今日はね、中華料理を作ってみようかな。餃子と、あと、麻婆豆腐か麻婆茄子か、どっちかやろうと思います。はい、お風呂にやってきました。今日はね、これを入れてみたいと思います。すっごいいい匂いします。はぁ、心落ち着く香り。このまま温まっていきたいと思います。肌を引き締めてくれるらしいです。嬉しいですね。さあ、引き締まれ。引き締まれ。喋るんです。で、大体僕はいつもお風呂に出てからサプリメントを飲んでます。最近ネイチャーカンフィットネスさんからサプリをいくつか提供していただいて、そのサプリがね、すごく良かったので今日紹介したいと思います。その中で僕が一番良かったなと思ったのがこちら。胃腸の葉っぱとテアニンが入ったサプリメントになります。これの効果としては、睡眠の質を高めてくれるっていうことと、記憶力をアップさせてくれる、なので物忘れをなくしてくれたりするサプリメントです。飲んでみた感想としては、飲んだ翌日から朝が辛くなかったです。これはね、びっくりしました。もう朝パッと目が覚めて起きれましたね。それとですね、4月の7日から4月の11日の間でネイチャーカンフィットネスさんのサイト内で最大 40% オフセールが行われます。すごい。さらにですね、こちらのコード、これ僕がいただいたコードなんですけど、こちらをですね、購入するタイミングで入れてもらえるとさらに 15% オフになります。かなりお安く買えると思いますので、ぜひ皆さん、この機に気になるサプリメントがあったら買ってみてください。はい、ということでね、今日はこんな感じで僕の休日の一日を撮ってみました。のんびりとした一日でしたね。ゆっくりできました。ということで皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみなさーい。